今日はものすごくラーメンが食べたい。女子が一人でラーメン屋に行くにはもちろん条件が揃っていなければ入れない。大丈夫、もうこの時間帯だし。まあでも私にはカロリーの高いラーメンを食べてバストアップするという目的があるから、ラーメン屋に一人で入っても全くおかしくないわけよ。さてまず第一関門、現在のお客状況はと。誰もいないか。まあ状況的には上の中ぐらいね。本当なら50代男性2人ってのがベストだけど。さて店員はどんなメンツかしらと。お、若い男性店員と親父。これはなかなかいい役者が揃ったわ。これなら入っても OK ね。もちろん女子がラーメン屋で選ぶべきメニューってのもあるわけ。そう、女子として頼むべきは無難に店のおすすめメニュー、勧められたものを食べるという謙虚な姿勢、そしてラーメン屋にそんなにこだわりはないんですよというオーラを放つ。決して隠れ人気のこってり豚骨ラーメンなんてのは頼んではいけない。はい、大盛りもできますか。いかがでしょうか。じゃあ大盛りで。はい、ありがとうございます。もちろん女子はここで大盛りなんて頼んではならない。しかし今お客は私一人。そういう場合は臨機応変に大盛りを頼んでもいいのである。無料で大盛り頼まない手はない。え、嘘、お客入ってきた。しかも若いイケメン。